東洋の聖人、応神天皇です。応神天皇を紹介したいと思います。この応神天皇なんですけども、応神天皇は15代天皇になります。で、応神天皇は八幡神でもあります。全国に八幡神社ってありますね。その八幡神ですね。八幡の神様なんです。だから応神天皇というとあまり馴染みがないかもしれませんけども、この神社で考えると八幡神と同じですんで、八幡神社って全国にたくさんありますよね。だからとってもこの応神天皇って馴染み深いんですね。で、そのことがですね、書かれているのが平安後期の歴史書扶桑略記っていう書物ですね。こちらに大分県宇佐に八幡神が現れ、我は15代の応神天皇であるということを言ったんですよ。自分でこう名乗ったわけですよね。この歴史書から、応神天皇イコール八幡神というふうになりました。で、全国に数多くの神社があるんですけども、神社って日本の全国たくさんありますよね。で、祀られている神様、御祭神の数は八幡神が最も多いんですよ。要はどういうことかっていうと、伊勢神社、天神様、稲荷神社、熊野神社、諏訪神社とか白山神社とかたくさんありますよね。その系列の神社が、その中の系列の中で八幡神を祀っている八幡神社系列が最も多いんです。で、八幡信仰の神社が7800ぐらいあるんですよ。これが圧倒的1位。2位が伊勢信仰で4400、3位が天神信仰で3900。もう1位の八幡信仰が7800社あるということで、まあ、圧倒的だっていうのが分かりますよね。もう日本の神社の中で八幡系の神社が一番多いんですよ。応神天皇が要は一番祀られてるんですよ。それだけ崇敬されてる、一般の人からも多くの人からもみんなから慕われてる、応神天皇ということなんですよ。で、この応神天皇なんですけども、父親が中愛天皇、母親が神宮皇后ですね。そして祖父が大和武尊皇子、日本神話のスーパーヒーロー大和武尊皇子がですね、実は応神天皇の祖父なんですよ。これ意外な関係ですね。日本神話の英雄大和武尊の孫が八幡神だっていうのが、なんかとても不思議な感じです。で、あとですね、卑弥呼には神宮皇后説というのがありますんで、もしそうだとすると八幡神は卑弥呼の子になるという、またすごい意外な発見がありますね。で、源氏は八幡神を氏神としたことから、中世に武士に広く信仰されました。武士の神とされましたね。そのため武士の間では武の神として信仰されたわけです。で、神宮皇后が三冠征伐の陣頭指揮を取るとき、実は妊娠してたんですね。で、それが知れ渡ると士気が下がることを懸念した神宮皇后は、お腹の子は死んだと言ったんです。まあ実際には死んでなかったんですけども。で、三冠征伐を終え、戦いに勝ち、お腹の子が生まれました。で、大人になり、天皇に即位することとなったんですけども、しかしその時に御神事がおり、その内容とは、一度死んだと言った御霊は汚れてるんで、天皇にはなれないというふうに言われたんですね。で、どうしたらいいんだろうか。続いて降りた神事が、忌避神宮に行き汚れを払えというふうに、そういうことのご神託だったんですね。忌避神宮というのは福井県の忌避神宮です。で、神事に従って汚れを払って、晴れて天皇に即位ができたんです。こうして応神天皇が誕生したんですね。ちなみに応神天皇、これ八幡神ですので、全国の八幡社で祀られているんですけども、その総本社ですね、その総本社が大分県にある宇佐神宮ですから、宇佐神宮がこの八幡系の神社の総本社になります。一度でも行ってみたらいかがというふうに思います。もう八幡神に行ってですね、絶対開運をしていただきたいと思います。八幡神の功徳はネットワークの功徳ですので、ネットワークの功徳、加速の功徳、展開力の功徳、全国展開の功徳になります。そういうことですね。東洋の聖人、応神天皇、応神天皇で絶対開運。